きました。おお、立派なオスっぽいですね。何今の、何見て、ちょっとでかそうじゃない。ああ、本当だ。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが8匹さんです。8丸パンじゃなく8匹米パンじゃなくて米じゃないですか。いや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 、それが、いや、引きの方が気になってたから俺は。え、虫じゃないですか、橋山さん。違う、磯引き水産、磯丸、磯丸か、そっちは磯丸か。そうそう、それ丸のまんまか。年の瀬で忙しい時期にこのチャンネル見ていただいてありがとうございます。いや、ほんとね、ほんとにありがたいですね。なんだかんだ1年近くやれて、皆さんのおかげで、とりあえず今年始めてから1年間は皆さんのおかげで楽しくやれてるので、はい、ありがたいですね。なんかそういう動画も出そうと思ってますんで、関係なしに、はい、ありがとうの覗き穴でそういうのやりたいですね。あ、確かに、そっちの方がいいよね。クワカブのチャンネルについての今後の話とかも、うん、ああ、ね、そういうのもしていけたらと、はい。まあ、今はもうオリジナルパックっていう遊戯王カードの開封ばっかしてるんですけど、はいはいはい、はい、ぜひそちらの方も見てください。お願いします。はい、この忙しい中見てくれた方にありがたいんで、今日はちょっと長い動画になっちゃうと思います。嬉しいよな、だって本当に好きなものが長く見れたら。結構コメントいただくんですよ、長い動画嬉しいとか。その YouTube のコメント以外にも、うん、Twitter の DM とか、うん、インスタの DM とかでも。なんで今日は、まあ、できるだけ長い動画を上げれたらなっていうので、はい、やりますのが、オオクワガタの幼虫を禁止瓶交換します。すごい。以前オオクワガタお引越し動画みたいなの上げたんですけど、その時にちょっとその結構たくさん掘り出す予定だったところで、もう僕らのライブの入り時間が迫ってしまい、めちゃくちゃ中途半端に終わっちゃったので、はい、今回はその全部もう見せていけたらなと。お、はい、もしかしたら欲しいなってる可能性もあるんですけど、はい、そういう酸いも甘いも見せていければと思いますので、はい、お願いします。お願いします。じゃあちょっと出していきましょうか。お願いしますよ。大倉方か、久しぶりに見るかもしれない、この。えい、あ、ごめんなさい、喋ってる途中に何も反応しない。いや、驚くぐらい反応しなかった。静かにしてた方が編集しやすいと思って。と、編集ないんで、うちの動画無編集で無編集でやってない。魔法でやってる、やってる、テロリロリンでやってるんで。いやいやいや、だから僕、魔法の部屋、クワカブの部屋だって、と、魔法収集者ですから、ま、杉本くんと遠藤編集とは言わない。魔法、へ、ま、ほ、いや、そうだったら勝つよ俺あと3文字残ってるから。いやいや、大丈夫ですよ。し、う、ゆ、ううえ、いやいや、どういうこと。まあでもこれです、16。前回は32やります。で、そのうちの多分4分の1ぐらいしかできなかったんですよ、はい、動画で。で、なんで残りの25だから8匹ぐらいはもう動画外でお引越しさせちゃったので、はい、今回この16匹を交換していこうかなと思いますんで。わかりました、やっていく。あ、久しぶりに出た、すごいな、シャツ。そう、これやっぱもういただいたもので、うん、一番かっこいい。やっぱ表やばいと思ったら裏もすごいもんね。すごいです、これ裏がかっこいいですよ。すごいな、はい、初めてのお使いの色合いだけど、クワカブのとこで僕が喋りすぎたらちゃんとこう首締めてくれるんで。あ、これめっちゃいい、ありがとうございます、本当に。めちゃくちゃいいわ。たびたびこちらの禁止瓶、まあ北斗菜園さん、北斗めぐみ菜園かな。僕も初めて使うんですよ。宮崎の大桑しかやってなくて、そんなにサイズってよりは全頭できるだけたくさん羽化してもらうために、安くてまあ比較的有能なドルクスオーナーズショップさんの禁止瓶、安い1本200円ぐらいのやつを使ってたんですけど、はい、今回はできるだけ大きいやつを作ろうっていう、まあ、のの1年目第1弾なんで、いろんな禁止を試してて、その中でも一番安い、はいはいはい、コスパがいいやつです。なんでこれに入れていこうと思います。で、もともとは、まあ、以前の動画でも紹介してるんですけど、レヴィンかな、ね、LEVING っていう、あ、俺うハートに見えたそれ、禁止の名前いやいやいや雑いなっていう禁止を使ってたんですけど、ここがね人気ありすぎて、はい、全然買えなかったんで、うん、本当はこれのでっかいやつに移し替えたいんですけど、同じ禁止に、はい、なかったんで、北斗菜園さんの、まあ、禁止瓶を使おうかな。で、一応オスはオスで、これ大きい北斗菜園さんの禁止1400の方に入れていきます。まあどの作業もそうですけど、そのテキパキやったところで幼虫を傷つけちゃいけないので、はいはいはい、ちょっとまったりと作業しながらでも見てもらえたらと思います。一緒に虫の作業しましょう。あれ確かにいいよね。で、なんかクワカブを見ながら、はい、クワカブの作業するのは、まあ、まずこちら、はい、じゃん、銀色の竹。あ、やつはつかない、正式名称あるんでしょうけど、はい、ここにかぐや姫がいたとされるやつです。その時は銀色でしたで、掘り出し用のスプーン、はい、こちら計量器、これも銀です、ね、いや、白、クレヨンしんちゃんの
いや違う、のよく泣き犬いやいや、そこだったんですねあの、枕みたいなやつですよね、顔がで、あと、お酢用のこの掘り出すやつみたいな感じで、はい、はい、こちら、はい、じゃん、スーパーモグラくん、スーパーモグラくん、はい、じゃあやっていきます。早速、1匹目から、まあ、8月の中旬に入れてなんで、まあ、3ヶ月ぐらい経っちゃってるんですけど、めっちゃいいな、ホルスタイン感があるけどな、乳牛、乳牛っぽさあるよし、じゃあこれ、いますね。ここに幼虫いるので、はい、上の方にいますね、はい、ちょっと気をつけながら、はい、はい、出てきました。おお、立派なオスっぽいですね。でかいな。どうなんだろうな。あ、実はこれ、動画にしてるやつ以外も掘り出したりしてて、はい、以前の動画でももしかしたら言ってるかもしれないですけど、それの方がその前回の動画よりかは成長良かったんですよ。はい、あ、でもまあまあまあ26、はい、今動画外も含めてオスで一番大きいのが 34g かな。なのでそっから比べればそんなですけど、もしかしていい感じなのかもしれないですね。別に1本目がめちゃくちゃ大きいからといって今後大きいかと言われたら、はい、そういうわけじゃないんで。へー、2本目でやっぱ僕のイメージは一番グンと上がるのがイメージ的にいい印象というか、やっぱこのサイズでその大きくなるって、なんかスペース限られてる中だと、なんか人間のあの足じゃないですけど、足もちっちゃいサイズの靴をずっと履いてたら、本当は25センチになる予定だったのにずっと23センチ履いてたら、なんか伸びないイメージあるじゃないですか。その感覚みたいな僕のイメージで、その中だと例えばずっと置いてたら30が限界だとして、もしかしたらこれより大きいやつに入れてたら35まで行ってたところが30になっちゃったとかも可能性あったりするような気はしてるんで僕は。なんでこれオスなのでこっちに入れていきます、はい、この場合は透明の方、もうこれ一瞬ですから。すごいよなこれ。うわ、これ多分自作でも作れると思うんで、僕これは DDA さんのやつでもう作られてたやつなんで、はい、6000円ぐらい、2つセットで6000円、6000、7000ぐらいしたんですけど、安く作れると思います。じゃあこれ入れていきますね。牛乳、いや、豆乳いやいやいや、乳牛の話してたから乳牛って言ってなんか出てきてましたよこれ全部同じ掛け合わせなんで86と57なんで、これは一旦もうグラム数だけ書いていっときます。はい、30いってほしいけどね。そうですね、30ですね。今34がいるんで、うん、この時期的にやっぱ34超えてたらテンション上がるかもしれないです。25から多分30ぐらいのイメージなんで、この1本目で返すときって、だからそれより大きいとテンション上がりますね。それよりも低いとテンション変わらないです、ね、変わらない。いやいや、下がるっていいでしょ、はい、無理すんなって。いや、八幡さんのチャンネルで僕好感度落ちたんで口が悪いって言われていいでしょ、なんか口いいって言われるようにするから。いやいやいや、口いいってあんま聞いたことないしまあでも俺も一回こっちで痛み見たからな確かに、メスですね。あー、メスはもう一回りちっちゃい。はい、かわいい。え、こいつなんかちょっと待って、面白いというかさ、なんかお尻のとこがさ、ちょっと透明になってて、なんかこの液体の動きみたいなのが見えるんだけど。あ、でもそうなんですよ、結構幼虫って見えるんですけど。あ、メスオス関係なく。はい、めっちゃすごいな、透明でさ。本当だ。うぇぇ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 、引き裂かれたんですか引き裂かれた声してます。今お尻じゃないのから動しなかった。いや、お尻からです。本当にここからですけど、やっぱその、やっぱ居心地悪いんで、糞、うん、とかしちゃうんで、できるだけ速やかに変えた方がいいんですよ。だから俺らが悪いんですこれは。あ、そっか、はい、急に開けちゃうから、はい、で、12g です。ちっちゃいな。でもこんなもんですね僕のイメージ。あ、こんな半分以下の重さ、はい、そうですよ、そうですよ。へぇ、僕は 20g とか見たことないですね、大クワのメスで。へぇ、15とかが精一杯です、今のところ。 12g、 はい、で、これまあ一旦ここに置いてっていう感じで、はい、どうでしょうね、こっからね。ちょっと青カビ生えてきてますね。これはもうダメなんですか。そうそう、なんか青カビは良くないって聞くんで、その青カビ生えたらできるだけ早く変えた方がいいとは聞きますけど、実際どうか分かんないです。はい、なんとなくね、でも見栄えが良くないもんね、はい、まあなんか僕ずっと小さい頃から聞いてたのは、白カビはまあまだ大丈夫だけど、青カビは良くないみたいな風に聞いてたんで。やっぱ青好きとしては複雑そこは。いや、でも昔の青なんで、緑なんで正確にはまあまあ、ちゃんとその色を見て決めてるんで。はい、はい、メスですね。おお、大きいんじゃないこのメス。確かにさっきよりも大きい感じが。おお、でかい。え、 16? すごいじゃん。すごい、個人的に最高かもしれないぐらい。これはオスで言ったら30ぐらい。オスで言ったら30ぐらいですね。33ぐらいのイメージです僕の中で。うわ、めっちゃいいじゃん。綺麗。
とりあえずやっぱ、まあ、まずそもそも16頭無事でいてくれてれば、うん、僕の中では全然いいので、その中でね大きいのがいてくれたらさらに嬉しいですけど、オスみたいな、オスがいいな、そのメスでも全然いいけど大きいオスを見てみたい。お、あ、まあこれは何、オスですね、多分23ぐらいなんでオスです、ちょうど20何つったっけ、21です。え、これに、え、さっき今20 21って言いました。本当に、はい、23とか言ってなかった、これ先月の話じゃないの、じゃあ俺覚えてない、そんな25度、4度前後なのに、うん、冬ってやっぱ外気温が寒いから、うん、暑く感じますよね、室内が。確かに冬場って外の気温に慣れちゃうから23度ぐらいが過ごしやすいんですよね、うん、あー23度わかるわ。でこういう暖かい部屋いすぎるとさ、はい、外出た時本当に死にそうにならない、いやもう地獄です。じゃあ、まあ、僕の部屋とかはそんな暖かいわけじゃないんでね、そっか、その日ずっとクーラーつけてるわけじゃないんで、前の家はあのクワガタ部屋しかクーラーなかったんで、はいはいはい、僕の部屋とか冬場ほんと寒い時4度とかなんですよ、 4とかなってたんですよもうだから朝起きて一旦歯磨く時とかはもう絶対クワガタの部屋行って、あぬくぬくしながら暖取りに行くんだ。そうだから友達も全然来なかったんですよ、友達、芸人の友達とか。あー確かにな、はい、寒いとな絶対文句言うんで、言うでしょそれは。だからこっちになったんで冬とかね、クリスマスパーティーみたいなのしたいんですけど、ここでも一人だと悲しいな。そうなんです、ずっと今んとこずっと悲しい、なんかだからなんか無駄に起きちゃうのもありますね、まあ単純にやることがあるからなんですけど、うん、あ、いや、あ、大丈夫だ、大丈夫、あ、なんで音がしたの、全然元気じゃん。ここお尻、脱腸みたいな風に見えたんで、ふんとかした後なんかわかんないですけど、ふんするときってここの閉まってるじゃないですか、ここ、はいはいはい、ここが出てきてそこから排出するんですよ、排泄。ああなるほど、そこが戻らなくなるときがあって、そんな感じじゃない、大丈夫です、よかった。これもオスですね、結構いいんじゃない、もう、まあ、25、25、もしかしてこの禁止瓶自体がちょっとゆっくり成長させる禁止瓶なのかもわかんないんで、だから本当はねもう一回同じ禁止瓶に入れたかったんですけど、禁止瓶によっても結構違うんですね、はい、人気なんですよ、しかも本当に。これはまあ大桑に相性がいい禁止瓶なんですからしいです。僕もその教えてもらったやつなんで、基本全部教えてもらったやつとか聞き覚えがあったやつを調べて購入したんで、ただもうどこももうなんか完全予約制になってたりとか、そんなに、はい、だから何ヶ月か前に予約しといて、で何月に発送しますみたいな。この禁止、まあ、前回の動画で言ったんでそこはま割愛しますけど、はい、これのだから交換用の禁止も予約してて、ただ12月に届くんでちょっと遅れちゃったんですよ、交換時期が。そういうのがあるから、多分その大桑とかをたくさん飼育してる人とかは、うん、ちゃんともういろいろ決めてるんでしょうね、もう次のシーズン始まったら幼虫このぐらい取って、うん、これぐらいまでに禁止予約してこの時期にとか決めてるのかもしれないですね、じゃないと円滑に進まないです。そんな人気なんだね、やっぱ大クワガタって。やっぱ全国の人が飼育してますからね。あ、犬か猫か大クワクワガタじゃなく大クワなの、そこ、はい、あ、これちょっとめちゃくちゃ早急サナギになってます。これサナギ状態ですか。はい、全容ですね。大クワ、僕のイメージ早期羽化って言って、大クワって基本1年なんですけど、ほんとなぜかメスでもオスでも3ヶ月4ヶ月ぐらいでその成虫に向かっちゃうやつもいるんですよ、たまに。それは置いてある場所がちょっとなのか、禁止が合わなかったとかなのか、うん、そもそももうそういう個性というか、うんうんうん、だったのか、いろいろ分かんないとこもありますけど、まあ温度がっていうのもあるかもしれないですけどね。でも同じ部屋で飼ってるしね、はい、いろいろあるんですけど、ヘラクレスも1年半なのにオス引き2匹だけ1年足らずで成長になるとかあったりするんで、個体差ではあるんですけどね。おお、でかっ、え、でかくないこいつ。あ、これ30いってんじゃない、いってたらもう嬉しいな。こい、あ、なんだこっちが勝手に期待しただけで。そっか、一流プレイヤーの弟ってだけで期待してた。いや違う、外見で見たけどな、ちゃんと。いや最悪じゃん、びっくりした、びっくりするんですって。こっちだって、こっちだって最悪なんですから、そもそも。
急に家にいるところを引きずり出されて、うん、目の前で家壊されてんすか。で勝手に新しい家に入れられてたから、その時うんこする俺たち絶対しますだからそう昆虫ハウスから急に連れ出されて目の前で、うん、こうショベルカーとかで潰されて、うん、ってなったら一回します。じゃあやめてよな、はい、ちょっとあのこれちょっと僕今生配信ぐらいの気持ちで撮ってるんで、よくないことだけど。いやいや、なんでですか。それぐらいフランクでってこと。はい、まあフランクだし生活を見せてるぐらいの感じの動画にしたいんですけど、このまま真似しやすいように、はい、ま、真似しやすいだったり、こういうことしてんのみたいな、その初めてクワガタカブトムシを飼育してる人の動画を見る人とかもいるわけですから、この後に不定期に動画終わった後に質問コーナー設けてるんですけど、その時とかにその質問回答できるのもすごいありがたいんで、質問が来てだったら、はい、だしその僕もどこまでいろんな方が見てくださってるんで、どこまで知ってる人と知らない人っていうのがもうピンキリじゃないですか、うん、だから僕もどこまで説明すればいいかも分かんないんで、確かに難しいよね、はい、かといって毎回同じやつ全部説明するわけにもっていうのもあるんで、うん、なんでぜひ質問してください。これは何の幼虫ですか。大クワガタです。あ、いやそんな質問してこないじゃん25、やっぱ大体25ぐらいですね。もううんこ待ちしてない。違う違う違う、人の、で他のやつのきついな、つくから。え、歯切れ悪っ、はい、あ、メス、意外と大きい。15か、まあさっきも見たけどな、はい、厳しいな。だから1年やったら、うん、まあ大半の動画でやったやつとかは成虫になったりするはずなんで、うん、そういうの、その個人的にも嬉しいですね。あ、今まで写真で収めるぐらいしかできなかったものが映像でっていうのは、うん、そっかそっか、そういう意味ではいいよね、はい、YouTube 初めて。そうですね、で僕ももうこんなこと言ってんだぐらいの、うん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 、もう自分の発言とかも思い出せない時あるじゃないですか、うん、そういうのも思い出せるんで、こんなこと言ったんだみたいな、八幡さんもこんなこと言ってたんだみたいないや、そんな聞きたいか、過去の自分の発言。いや、まあ僕めっちゃ聞きたい人です。まあでも確かにな、たまに被ってたりするとな、ショック受けるもんな。 そうなんすよ、自己紹介も極力被んないようにすごいな、早期羽化組が結構いますね。もうこれもさなぎです。全容、はい、全容ですが、これ5つ、5匹います、うん、これオス、いい感じに食ってるんじゃない、もしかしたら。これ大きいかもしれない、オスだったら。メスだ、メスでも、メスでもまあ、もしかしたら 18g とかある可能。お、オスだ、見て、ちょっとでかそうじゃない。ああ、ほんとだ、期待できるね。なんか洞窟の主みたいな感じで、うん、なんか確かにな、威圧感的なのは感じる。竜王、竜王、竜王よく言ってるけどな。それエスターク、じゃあエスターク言ってない。キラーマシン言ってない。スライム言った、言ってんすか僕スライムはなんか一回言ってる。うわ、でもいいって、ドラクエチャンネルじゃないかこれ。トゥ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 。あ、こいつワタボってこと。え、ワタボ違う違う、ドラクエが離れてほしい。いや、ドラクエウォークとかも今流行ってますよね。すごいからな。まあでも僕やってはないですけど、携帯アプリが苦手で僕。あ、そうなの。ハマったらもうとことんハマっちゃうんで。確かにな、携帯の充電が、うん、もう一瞬でなくなっちゃうんですよ。充電の心配で。はい、え、あと課金も余裕でしちゃうんで、僕ハマったくなるんで。どうだ、28ぐらいかもしれないですね。うん、28やれば十分じゃない。おーら、おー、すごいすごいすごい、当たったし、体重的にもいいよね。いいですね、1位じゃない今回の、今のところね、はい、でも昆虫ハウスにパソコン置いてたんですよ。あー、そうですね、今まで、はい、僕ん家に置く場所がなかったんで、うん、ただ引っ越したから置くスペースできたんで、うん、置くスペース確保するためっていうのもあったんで、うん、こっちに置けて編集できるようになったんで、こっちで、うん、もうその寝る前とかに、うん、だからサブちゃんの更新頻度が多少上がると思うんですけど、素材さえあれば。サブちゃんがね、まあ、僕クワガタカブトムシもそう趣味でやってますけど、うん、結構遊戯王とか野球とか、確かにね、魚さばくとか、まあ、魚さばくは完全にそう YouTube の影響でなんですけど、うん、もやってるんで楽しいですね。あー、でも三森くんがあのパソコン持ってたとさ、はい、椅子だけ大きいパンやんか、はい、あれなんとかならないかだからあの椅子のタイプって絶対机とワンセットだから、はい、ほんと使いづらいんだって
確かに。椅子と机どうしたんですか今。庭に机を置いてる、受付みたいになってる。意味わかんないでしょ。まあでもなんかね、夏バーベキューとかあーそういうタイプの机じゃないかな。確かにな。もうマジノートパソコンにすりゃよかったと思ってっていうぐらい、確かに持ち運びできた方が良かったよね。そう、今の使い方だった。そうなんですよね。でもまあ今はまた来年目標、僕ノートパソコン買うのが目標なんで。前説とかのあと空き時間めっちゃあるんですよ。あーそっか、はい、そう、拘束時間長いやつみたいな、全部なんかそんな異常なさそうな感じで。確かに今んとこね、なくなってんのもないですか。 23g いいっすね。うん、俺でも、俺もあんまりスキップしないな。でも動画、まあ、僕もテレビで見てるから僕あんまスキップしないですね、うん、本当に時間ない時にどうしても見たいやつは一旦急いで見るためにスキップしますけど、時間調整で。その後家でまたテレビで見るんで。なるほどな。YouTube がね、楽しいですからね。まあ確かに。でもクワカブの部屋はほんとマジでスキップせず。ああ、ありがとうございます。いやでも俺、八幡さんのやつもスキップしないですよ。俺も質問コーナーの時は停止ボタンを押してるけど。だってもう聞いてるからね、はい、やっぱ。そうか、あそこ俺だから。確かに、最近具志堅も坂田も撮ったんですよ。あ、いいね、はい、そういうの見たいわ。坂田はうるさい、本当に。質問だから。質問コーナーの意図を分かってない。そのこっちでふざけるから、帳尻合わせの質問コーナーみたいな部分もあるのに、うん、めっちゃふざけてくる。からまあそれもちょっと皆さん覚えといてください。お調子者だからな。お調子者ですから、ね、ネタとはもう全く違う。確かにすごいよ。いびられてるからな。真逆だもんね、はい、だそれで言ったら僕も真逆ではあるんですよね。あ、ネタとは。あ、そうだな。なんかゴキブリ動画、八幡さんの、うん、時の僕がネタ中の僕みたいな感じですね。どっちかって言ったら、どっちかって言ったら、そっか、声荒げる感じのオス。あ、まあまあまあ、具志堅君はやっぱちゃんと具志堅君でやってるよな。ずっと具志堅君、あれはいいね。変わらないですね。でも沖縄の訛りはないですよね、イントネーションの。そんなに、うん、じゃないな、なんかまた独自の間というか、うん、24か、いいですね。ちょっとね、まあとりあえずその全容になってるやつが5頭いて、はい、それ以外はもう終わりました。おー、意外とあっという間で。なんで結果で言うと、もうメス全容になってるの全部メスなんで、はい、メスが全容含め8頭、8、オスが8頭、8、合計16頭、全頭まあ無事で、うん、でまあオスもメスも8ずつっていう、すごい割合が最高の、いいですね、完璧でした。はい、ただ30g いったやつはいなかったんで、あ、まあでもこれから成長に期待したいなとは思いますけど。まあちょっと締めてる感じしますけど、もうちょっと僕のこのマットを捨ててる絵も見てください。これ欲しいの？欲しいというか、僕やっぱ年離れてたんで、兄弟一人っ子の感覚というか、末っ子なんで、だからその友達とかも連れてきたら帰って欲しくないし、うんうん、いやでも、いやこれはいつか締めないといけないから。まあそう、だから悲しいんですよね、締めるの。鶏締める時の感じじゃん。いや違う違う、田舎とかよくあるけど、鶏締めるやつ、うん、僕の実家、じいちゃんばあちゃん家、うん、もう一時期鶏締めたりしてたんですよ、ちょっと辛かったですね。あ、それ見てたってこと？見てましたね、うん、キッチンで、まあ、鳴き声とか聞こえる。うわ、イノシシとかも知り合いの、なんていうの、こういう、まあ、資格持ったイノシシとかを狩る人、今拳銃、拳銃、拳銃。ライフルは一つで二丁拳銃にしてるの。いや、繋げてるんですよ。サイズがちっちゃいでしょ。いや、だったら片方持つ作業でしょ。こうだ、こう、そう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 、こうそうだ、そう、ガの強い東急ハンズみたいな。くっつかない、くっつかないね。でもそのイノシシ狩りの多分知り合いがいて、うん、イノシシとかが、まあ捌かれた状態なんですけど、はいはいはい、とかで来るんですよ、鹿とか、うん、そういうの食べてたから、その時はそれが当たり前の環境だったんでね、そのじいちゃん家行ったらそういうのが食べれるみたいなぐらいの感じ、はいはいはい、あ、いいな、そういうのも。まあそれはそれで良かったですけどね。ちょっとこの土を袋詰めして。あ、でも本当その映像は全くないもんね、今まで。確かに。あ、いいかもしれない、せっかくだから。ちょっと見てってよ、今来た感じで。そんなちっちゃいのに、はい、僕使ってるのね、もうこれもう数年前から、ね、なんか実家からこっちに上京した時、18歳、うん、だから19になる年に上京した時に親が持っていきなさいって言われて、5個ぐらいもらったんですけど、これ使うタイミングマジでなくて、うん、当時、うん、それですね、だから10年前のやつだから。まあ今売ってるか分かんないですけど、取っ手付きのポリ袋、このタイミングで使えるようになったんだ。そう、めちゃくちゃ。でも引っ越しの時に見つけて。あ、それまで、はい、もう眠りつけたんで。コンビニとかの大きい袋みたいな。ほんとだ、スコップで。入れて、
もうこれ使わないので、うん、なんか人によってはね、まだ生きてる部分というか、この菌糸の部分だけ取り除いて、それをまあ粉々にして、こう全部ね、うん、もうこういう感じに、こういう状態にして、はいはいはい、でそれをなんか、まあ、クヌギのマットとかと合わせて、まあ、栄養価の高いマットにするみたいな、あ、ちょっと添加剤の役割、そういう使い方もっていうのもありますね。これお腹空いてくるな、見てて。いいよ。いやいや、違う違う、オリジンの麻婆豆腐に似てるんだって。え、そうなの？そう、この感じ。大丈夫それ？いやいや、でもめちゃくちゃ美味しいから。だって置かれてるからさ、好きによそえるし。あ、へえ。え、オリジン弁当行ったことないの？オリジン、僕周りになかったんですよ。でもオリジンうまいって聞きますね、安いし。めちゃくちゃそう、楽しいし。楽しいんだ。そう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 。詰め放題なんですか？なんかセパレートの。あ、あるあるある。受け皿があって。何グラムいくらみたいになってるから、そう、それを好きなおかず入れてな。でもなんかな、あの豚汁。はい。豚汁だけびっくりして、あ、じゃあ牛肉とかだったってこと？いや、それは問題でしょ。ワンカップいくらみたいな、はい、決められてて、はい、なんか全然、里芋だけ全部回収してもいいし。あ、なるほど。そうそうそう、自分で入れられるから。じゃあ別に豚だけ入れてもいいし、いいし、汁だけでもいいしみたいな。極論、同じ値段、同じ値段。そうそうそう、それすごい。めちゃくちゃ今もあるんですか？ある、今ある。オリジンの豚汁の概要欄豚汁だけではないよ、はい、これ、とりあえずこの中に入れて、はい、ちょっと来なよ。いや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 、埋められるじゃん。ちょっと外の音。いやいや、殺されるって笑ってこの中で。ここ。いやいや、怖い怖い。顔の出し方怖い。これここで冷蔵庫あるんですよ。クワガタの、クワガタ用の冷蔵庫。すげえな。わ。ここにこれここにこうケースに入れて、欲しいなっちゃったやつとか、すごい冷凍してて。これびっくりだ。ここに一旦こう入れて冷凍させるみたいな。おー、すごいな感じです。普段の見せない部分も多少ですけど、暗くて分かりづらかったかもしれないですけど、俺もだからね、ここまだちゃんと見てないから、はいはい、ああやっていろんなもの見れるとワクワクするね。確かに、ちょっとそういうのもサブチャンで撮りたいと思って、ね、あー、めちゃくちゃいいですね。覗き穴の方も、はい、めっちゃ覗き穴の宣伝しちゃってますね3回ぐらいやってるなめっちゃ覗かれたい人じゃん扉壊した方がいいね、はい、はい、まあ、はい、そんな感じで、まあもうほぼ全部やったんで、片付けも見る？いやいや、俺は大丈夫です全途無事 で、はい、で引き続き、まあ、いろんな多くはまだ残ってたりするんで、そういうのも、まあ、できたらね、あげたいんですよ、できるだけ、うん、だからその禁止瓶によってどれぐらい成長度合い違うかとか、はい、そういうのも気になるので。で、ちなみにこれが道具街でやったやつだったんですけど、これは神長きのこ園さんかな、神長きのこ園さん、はい、のカンタケの禁止瓶のやつで、これはでもやっぱこれが一番大きくなりましたね。31とか、ほんと31ある。まあ31、ちょっと青カビ生えてるけど、え、すげえ。29 32、え、32、うわ、はい、そっか、言ってたな。あ、いいでしょ。どうしたんですか？涼しいから。いやいや、あんまワインセラーの側面で冷やす人いないですよ。ワインセラーがないからね。まあ普通はね。いやでも本当涼しいから。そうそうそう。日陰の石にライオンとかが寝そべってるのと一緒か。そうそうそう。いい、こっちでおしゃれなやつになんないから。いや、なんか久しぶりにゆっくりやれたんで、はい、すごい楽しかったです。僕はすごい楽しかったんで。はい。皆さんも楽しんでもらえてたらぜひ高評価チャンネル登録をお待ちしております。はい。はい。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。ご視聴長々と本当にありがとうございました。